マイクテスト、マイクテスト。音声大丈夫でしょうか？あれ？大丈夫かな？ちょっと待ってくださいね。なんか音声がおかしい。マイク大丈夫ですかね？マイク大丈夫ですかね？コウスケさん大丈夫ですかね？聞こえてますかね？はい、ありがとうございます。はい、森の都さんこんばんは。店長さん、サクさんこんばんは。はい、令和4年、3月3日、ボギーチャンネル、本日、大佐の言いたい放題のお時間なのですが、申し訳ありません、今日ちょっと大佐なんか急な会議が入った後のことで、急遽、私、中佐の放送で、お送りさせていただきたいと思います。はい、ラプテンさん、津島さんありがとうございます。はい、お疲れ様ですということで、はい、今日はですね、なんだろう、3月3日ということで、まあ、世間はひな祭りじゃないかなと思うんですが、皆様のところではいかがだったでございましょうか。まあ、私は姉がいたんで、実家で子供の頃はひな人形を飾った記憶はございますけど、どうなんですかね。まあ、女の子のいるご家庭さんでは、ひな人形を飾ってお祝いしてる頃なんじゃないかな、とは思いますけれども、はい、皆様のご家庭はいかがだったかなと思いまして、まあ、なんかひな人形といえば、あれ何年前でしたっけ？もうなんかお昼のね、顔番組だった笑っていいと思うでひな人形を倒せんすとかいうのをやって、水島社長がなんかフジテレビに怒りの伝達してたのがなんか懐かしいっていう思い出がありますけどね。そんなこともありましたけど、まあ、なんかそんな笑っていいとももう終わって、早もう10年ぐらい経つんですかね、あの番組終わって。なんか月日が経つのが早いなとは思いますけど、まあなんかそういうことがあったなっていうことを考えてる今日この頃でございます。はい、まあね、3月3日といえば、まあ、ひな祭りでございますけれども、はい、では、まあそんな中ですね、よいしょ、トン。まあ、世間はね、まあ、ロシアのウクライナ侵攻のことで、なんかニュースが持ちきりだとは思うんですけれども、こちら、トン。まあ、なんか、いまだに、まあ、コロナの、まあ、動向の方も、まあ、なんか、忘れられてる感があると言いますか、なんと言いますか、まあ、まだコロナも流行してる真っ最中ということでございまして、まあ、今日のニュースですけれども、まん延防止、18都道府県で延長、13県は6日の期限で、まあ、解除の予定ということで、まあ、都市部中心になお病床逼迫ということですね。まあ、ですね、まあ、ラプテンさん、東京都も無事マンボウ延期になりました、泣きたいということで。うん、まあ確かに、でも都市部というか、まあ人の出入りが激しいところだとどうしても、まあ流行性のね、感染症ですから、やっぱりそういう、まあどうしても流行してしまってね、病床が逼迫してしまうというのはやむを得ないところがあるかなとは思いますけれどもね。まあ私の地元の福岡は解除されるらしいですけれども、まあただ解除されたからといって、まあ、安心はしていられないのかなとは思いますね。はい。で、まあ、解除されて、まあ、なんか気が緩んだのか、何なのかといいますか、こちらですね、トン。沖縄の方でちょっとニュースになっておりましたけれども、沖縄のコロコロさんということで、今日が996人、7日連続で前の週を上回るということで、ですね、沖縄県は、3日新型コロナウイルスの新規陽性者数、996人、前日996人、前日966人を確認したと発表した。祝日の翌日だった前週の木曜日の感染者の
369人より627人増で、7日連続で前の週の同じ曜日を上回ったということで、まあ、なんていうんですかね、まあ、沖縄の方も、まあ、マンボウが、先月の2月の20日でしたかね、まあ、なんかまあ、延期、まあ、マンボウが解除になったと思ったら、またなんかちょっと沖縄の方は、どうも人が、コロナの感染者数が増えてきてるということで、よいしょ、と。どうにも、どうもこの沖縄のこの増加の状況ですね、第7波が懸念されるということで、まあ、10代以下の人で 36% とじわじわと増加しているということで、うん、まあ、沖縄県内の感染者の状況で見ると、まあ、若年層でやっぱり広がりがあるということですね。まあ、前回第6波でも、20代の爆発的な増加があって流行が始まったが、まあ、10代以下についてじわじわ増加している状況ということですね。まあ、よいしょ。まあ、そんなね、沖縄なんですけども、では、じゃあ沖縄県知事は何やってるのかなと思ったわけなんですけどね、とも。まあ、我らが玉城デニーさん、何やってるのかなと思うんですけれども、よいしょ。まあ、ちょっとね、ニュースの方で見てみると、とん。まあ、沖縄、まん延防止再要請も視野に、知事、急拡大すると急ブレーキが必要ということなんですけれども、もうなんか、ね、沖縄県の玉城デニー知事は3日、県庁で緊急会見を開き、新型コロナウイルスの感染が高止まりをしているとして、再びまん延防止等重点措置の適用を政府に要請することも視野に入れていることを明かしたということですけれども、まあ、増えたら国に丸投げして、まあ、減ったら解除してっていうことを繰り返してる感がありますけどね、沖縄県として県内でやれることやってるのかなという気がしないでもないですよね。特に沖縄県っていうのはまあ観光立県ということですから、やっぱり県外から人が移動してくるっていうなると、まあ空港なり、まあ船なりってあると思うんですが、まあちょっとその辺について、まあ県としてちゃんと対応してるのかなとは思うんですけれども、まあそんな中ですね、玉城デニーさん、ツイートを見てみたんですけども、よいしょ、ちょっとごめんね。よいしょ。玉城デニーさんのツイート見てみたんですけどね、今年の1月22日のツイートを最後に、ツイート止まってるんですよね。県知事として特になんか、ねえ、マンボウになってることについてのツイートもしないし、解除されたら解除されたで、県民の皆さん今後とも感染予防対策を徹底しましょうとか呼びかけもしないし、何してるんだろうね、この人って思うんですけどね。まあ、ツイッターで玉城デニー知事が呼びかけたところで、多分これをなんか貼られるのがオチなんじゃないかなって気がしますけどね、私的には。まあ、前回、緊急事態宣言が明けたと思った途端にこれですからね。ただ、つい先日のこれですね、トン。まあ、まあ、トップがノーマスクライブやってれば、まあ、下も、まあ、気が緩むわなと言いますが、沖縄県の職員が、コロナの陽性なのに居酒屋に3回も出入りしとったということらしいですけれども、ちょっとね、まあ自宅待機してるのに居酒屋に行くってちょっとね、と思いますけどね。ちょっとこれは何考えてんのかなとは思います。これのことについても特に玉城デニーさんなんか、ね、県知事として特になんかツイートするわけでもなく、なんか言うでもなく、
実際問題、なんかそのね、この名護市の選挙のこと以降何もしてないっていうか、まあ、石垣の選挙のことについても何もツイートしてないっていうのもなんか何なんだろうねって思いますけどね。まあ、仕事する気がない県知事なのかなっていう気がしないでもないと言いますか、すごくなんか何考えてるんだろうかというふうに思う次第でございます。ラプテンさんブロックされてるんですね。私はね、なんか今のところ沖縄の左あっち系界隈から特にブロックはされてないんですよね。唯一私ブロックされてるのはケスケス太郎さんにブロックされてるぐらいですかね。まあ、なんか知らないんですけど、いつの間にやらなんか絡んだ記憶もないのに気づいたらブロックされてましたけど、私はケスケスさんに。まあ最近ケスケスさんどうしてるのかなとは思うんですけどね。はい。で、まあコロナといえば、まあ一応、まあ飲食店に対する補助金とかが、まあいろいろ出るということになってますけれども、まあ一方でこういうニュースも入ってるということで、まあ読売新聞の、これは去年のニュースになりますかね。まあ、車を買った居酒屋経営者、一生コロナ禍でもいいと思った、協力金で明暗が出るということで、まあ、なんていうんですかね、飲食店のその経営者の規模によっては、このコロナの、なんていうんですかね、補助金というか、まあ、協力金ですかね、協力金で、なんか、コロナバブルになってる飲食店もあったり、まあ一方では、まあ全然足りないっていう話もありますし、なんとなくこういう明暗が分かれるというか、まあ不公平感というのが飲食店内でもあるのかなという感じですよね。まあただ飲食店だけに限らず、まあ世間は、まあコロナのこの自粛で被害を受けるのは別に飲食店業界だけでもないと思いますし、まあ、その他のね、例えばタクシー業界なり、まあ、観光業なら、まあ、旅館業だったり、まあ、旅行業だったりとか、そういうところの補助とか、そういうものはどうなってるのかなという気がしないでもないですね。まあ、ウクライナ情勢が逼迫してるっていうのもありますけれども、その前からガソリン価格なんていうのもずっと値上がりしてる、この現状ということですけれども、まあ、補助金で対応するのもまあ大事かもしれませんけれども、政府としてもちょっと減税を考えなきゃいけないんじゃないかなという気がしないでもないかなと思うんですよね。特に、今年は、6月か7月でしたっけ？まあ、国政選挙ありますね。7月かな？にあると思いますけれども、まあ、ちょっとその時までに、岸田首相、ちょっとなんか考えないと、まあ、選挙大変じゃないかなという気がしますけれども、ちょっと気になるところでございます。はい。まあ、そんな中ですけどね。まあ、ウクライナ情勢といえば、ちょっとこれ、このツイート私呆れたんですけども、こちら。トン。もう、ちょっとなんかニュースというかね、SNS では大騒ぎというか炎上してましたけどね。本人しれっと消して逃げてますけど、まあ、また、毎度、お騒がせ立憲共産党といいますか、なんというか、これ、末松議員さんですかね。ゼレンスキー大統領のケースは人気者だし、魅力もある方ですが、ロシアという、獰猛な国家から国を常に防衛せざるを得ない立場を考えると、若さが馬鹿さとなったようにも感じます。しかし当然ながら最大の憤りを感じるのはウクライナ侵略をしたロシアのプーチン大統領の方ですが、ということですけれども、まあなんかね、立憲民主党の議員さんっていうのはなんかこの口の軽さがバカさ加減になってやせんかと私は思うんですけどね。まあ、なんかこういう発言、もし自民党の議員がやったらとんでもないことになると思うんですけど、まあ、どうにもこう立憲民主党関係の議員が、ね、こういう口の軽い発言するとしても、なんかこう、大して叩かれもせず、なんかスルーされてしまってる、なんか、ね、そうでしょう、ラプテンさん、立憲の人って、なんかつくづく一言多いというか、
ねえ、これだから若さがバカさとかそういうようなことを書かなければ、書いてる内容としては別にそう悪い内容ではないじゃないですけれども、一言多いというか、ねえ、なんか、なんて言うんですかね。なんか、エリート意識でもあるのかなんか知りませんけど、なんか、一言、なんか、ウィットに富んだジョークを言ったつもりになってるのかもしれませんけれども、いや、なんか、ちょっとこう、ね、SNS に書く前に、書く内容をちょっと読み返して、ね、頭の中でちょっと考えてから SNS 打ち込んだ方がいいんじゃないのかなという気が私はいたしましたけどね、この発、ね、書き込み。まあなんか、まあこういう手の立憲民主党さんの、まあ、口の軽さというか、なんかね、バカさ加減というのはなんかもう枚挙にいとまがない気がしますけれども、次回選挙立憲民主党どうなりますかねっていう気がしますけどね。まあ、立憲民主党にもう何の期待もしてませんけど、私は。まだまだ国民民主党の方がまだマシかなっていう気がしてますけどね。はい。はいはい。そういうことですね。まあ、それでは、ですね。では、まあ、ここで、まあ、一つ宣伝と言いまして、毎日、21時からやってます、ボギー大佐の、言いたい放題ですね。の方ですけれども、YouTube チャンネルボギーというところで、毎日毎日、アップしております。まあ、つい、えーっとですね、YouTube のアップの、更新情報につきましては、Twitter の、公式、公認ですね。ボギーテドコンさんの、公認、あ、あの、公認の、ツイッターアカウントであります、チャンネルボギーの方で、まあ、毎日お知らせがありますので、またフォローしていただいて、で、お知らせ受けていただければと思います。はい。セイラさん、こんばんは。今日はですね、ちょっと大佐が、ちょっと急な会議ということで、急遽私、中佐の言いたい放題となっております。はい。まあ、ちょっとね、あんまりネタもないので、ということで、なんか、取り留めのない話をさっきからさせていただいておりますけれども。はい。で、まあ、YouTube チャンネルボギーの方で、まあ、動画再生していただけると、その収益はですね、こちらですね。今日木曜日ということで、この後、22時からですね、沖縄の地上波の方で放送しております FM21 ラジオ、ワンヌームイの方の放送料とに変わっていきますので、皆様よろしくお願いいたします。はい。今日はね、まあ、2部構成になってますので、この後、22時、21時50分過ぎぐらいからですかね、ワンヌームイの動画版の方のね、ツイキャス放送もさせていただこうと思っております。で、ツイキャスでね、放送した後は、YouTube でまた後日、公開いたしますけど、公開するときは、まあ、大体土曜日、日曜日の19時の時間帯に、YouTube で公開しております。はい。それとですね、まあ、その他、今日はですね、まあ、見ていただけた方は見ていただいたかと思うんですけども、今日はですね、20時からですね、YouTube チャンネルボギーの方で、毎週水曜日に、宜野湾シティ FM で放送中のコギーさんの、水晶つらつら作戦の、プレミア公開が、20時から木曜日、行われておりました。毎日ね、水曜日の、20時半から、30分放送でやってる、水曜つらつら作戦の方は、だいたい木曜日の20時に、プレミア公開する、編集してプレミア公開でアップしておりますので、皆様、ぜひ、視聴していただけましたらと思います。はい。今週のね、水曜ちらちら作戦の内容はですね、数量限定の商品券ということなんですけども、なんか、沖縄市ですかね、の方では、なんか、去年の年末に、沖縄市在住の方に、まあ、商品券が、まあ、購入の形で配られたみたいですけれども、
まあ、それがなんか、好評につき第2弾ということで、なんか、また配布されたらしいんですが、まあ、なんかこれについてもいろいろ問題点がありありということで、まあ、コギーさんがバッサバッサと切っておりますので、またぜひ聞いていただけましたらと思います。で、この後ですね、YouTube の方はですね、本日は、これですね、トン。23時30分から YouTube チャンネルボギーの方でのプレミア公開は、昨日のボギー大社の言いたい放題ですね。まあ、ウクライナ侵攻についての抗議活動に、まあ、場違いな連中がちらほらということですけど、まあ、確かにね、と思いますけどね、沖縄でなんか、反戦とか、平和とか、なんか言ってる人たちっていうのは、なんかその、言ってることは、まあ、ね、一見するといいことではあるんですけれども、私に言わせれば中身が伴ってないから、まあ確かに、ね、ウクライナ、ロシアに対する抗議活動をしてるつもりがやってることがなんかちぐはぐというか、なんか場違いな連中が、まあそれは来るでしょうねっていう気がするようなお話がありますので、まあ皆さんぜひ、今日のね、あのお時間あります方は23時30分から、ぜひ、YouTube チャンネルボギーの方で、またプレミア公開見ていただけましたらと思います。はい。で、まあ、今日はですね、この後は、ツイキャスの方はですね、こちら、FM21 ラジオワンヌームイの、収録動画の公開があります。今日の放送はですね、ちょっと大佐が、この間の日曜日ちょっと不在だったということで、まあ、HK さんがね、中心になってね、またいろいろと、やらかしてくれるんじゃないかと思いますので、ぜひとも皆さん動画の方期待して見ていただけましたらと思います。はい。そういうことでね、ちょっと早いんですけれども、本日の、中佐の言いたい放題いかがだったでございましょうか。この後ですね、ツイキャスの方は、21時50分過ぎぐらいから、ワンヌームイの動画版流させていただきたいと思いますので、ちょっと今から私第2部の準備にかかりますので、それでは、皆様、チャンネルはそのままでということでよろしくお願いいたします。それで、ね、あと明日はですね、また21時からボギー大佐の言いたい放題予定通り、ツイキャスで放送があると思いますので、まあ明日はね、大佐の方がまた来ていろいろ語ってくださると思いますので、私のね、つまんない話よりは大佐の話の方が皆さん期待してるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。また後ほどということでありがとうございました。